ガバリッ・モスクワこちらはロシアの声モスクワからの日本語放送です皆様からのご希望にお応えして新しくロシア語講座を開講いたしますロシア語は簡単だとは申しませんですが新しく勉強できますように睡眠 いいいっぱめてまいりまりす皆様のご成功をお祈りします担当はアラソルビオア和田達郎ですそれでは始めてまいりましょうさてまずは導入にロシア語についての概略を述べさせていただきたいと思いますロシア語はロシアの国語であり また中央アジアや東ヨーロッパ、もちろん旧ソ連の国々において、国際的なコミュニケーションの基本となっている言語です。地理的に見ましても、また使用人口で見ても、ヨーロッパでなんと最も広く使われている言語だそうです。また国連発足以来、その公用語の一つに数えられています。ロシア語話者は現在世界全体で2億6千万人に上るとされています。 世界第5位の言語です。なお昨年2013年には、ロシア語はインターネットの世界で、英語に続いて第2番目によく使われている言語となりました。ここで少し歴史を振り返ってみますと、ロシア語は東スラブ語という言語グループに分類されます。スラブ語という大きな言語の家族があるのです。これはさらにそこ遡りますと、インド、ヨーロッパ、 五族、インドヨーロッパ共通祖語というものから出たものでございます。紀元1世紀頃に書かれたアラブ人やギリシャ人の旅行者の手記を見てみますと、ヨーロッパの東部及び中央部の広い地域に一つの共通の言語を話す農耕民、牧畜民が住んでいたと記されています。この人たちが今のスラブ語話者の祖先です。この人たちが話していた言語を共通スラブ語と言います。 この共通スラブ語が6世紀以降、東と西と南に分かれて行きました。そして今、東スラブ語、西スラブ語、南スラブ語という言語グループが出来上がっています。ロシア語はそのうちの東スラブ語に分類されます。この同じグループには、ウクライナ語、ベラルーシ語が入っています。 こうして一つの共通スラブ語が東、西、南に分派して一千年が経過しています。それでも今でもそれぞれのスラブ,スラブ系言語の和者はもちろん多少の困難は伴いますが何とか互いに意思を疎通することができるそうです。また各文字につきましてもほとんどのスラブ系言語でキリル文字という文字が使われています。 ロシア語のアルファベットであるキリル文字です。まあ、逆に言うとスラブ語でもキリル文字を使わない言語もあるわけですが、この文字は9世紀にギリシャ正教の伝道師であるキリルとメフォージー、キリロスとメフォジオスによってもたらされたものです。さて本日はこのキリル文字に沿ってまず始めてまいりましょう。さてキリル文字は全部で33文字あります。 英語のアルファベット24文字よりもちょっと多いのです。そのうち母音が等 10, 10個ありまして、子音が21あります。残りの2つは固有の読み方を持たない、前後の文字の読み方を指示する、いわば記号です。硬い記号、飛びルディズナークと柔らかい記号、ミ宮吹ズナークと呼ばれます。さて、そのうちのまず母音から見ていきましょう。 さて母音は「と10個ありますうちの8つは日本語にもある音ですあいうえおやゆよというわけで残り2つを新しく覚えればいいわけですいえうこの2つの音よく耳を澄ましてみましょうもしできるならば繰り返してみてくださいいえ うん、さて、これで母音10個をすべて見たわけです。え次に、子音です。子音は先ほども申しましたように、21あります。えまず、子音について総論を述べますと、子音は、有声子音と言われるものと、無声子音と言われるものに区別されます。これは日本語の正音、濁音に対応します。えつまり、くとぐ、たとだに対応するように、く、ぐ、 と、と対応します。また、柔らかいシーン、そして硬いシーンという区別があります。この柔らかい、硬いというニュアンスを踏まえていただきたいと思います。この区別も、日本語の、例えば、見舞い、お見舞いという単語の中に対応を見出せるものだそうです。見舞いという語を注意深く見ますと、最初のみは柔らかく、まは硬いのだそうです。 ロシア語にミーマという単語がありますが、これも柔らかいミと硬いモで構成されているそうです。ミーマ、ミ、モ。お分かりいただけましたでしょうかさてそれでは死因21個を個別に見てまいりたいと思います。シーンも多くは日本語にも同じ音があるのです。まず日本語にも同じ音があるものから見ていきましょう。ブ、プ、グ、ク。 ど、と、ず、す、ま、な、は、つ。え、もう一度繰り返してみましょう。ぼ、僕は、ぷ、パカパカ、ぐ、元気な、く、小馬と、で、出かけて、と、楽しく、ず、全部の、す、寂しい、ま、街を、な、眺めて、 本当に、つ、疲れた。まあ、このように、日本語に対応を見出せる音です。え、また、この、いくらとかへという文字があるんですけれども、え短いいという音ですが、これは日本語で、はいという時のこのい、あるいは、例えば、会計という時の、この、最初のい、会計の、かの後のい、のいに似ている音だそうです。いいこういう音です。 さて、だんだん難しくなってまいります。ロシア語の、ヴとフという音です。これは日本語の、ワや、フという音よりも、硬い音だそうです。フこの二つの音は、上の歯と下の唇が触れ合わなければ出ない音だそうです。もう一度聞いてみましょう。フさて、次は、 結構難しい音です。この二つの文字はロシア語の入門者の多くにとってつまずきの石だそうです。もう一度。そしてこの二つ目のシュッという音の柔らかいバージョンがシュッという音です。さて、シュッとシュッ。大きな鉢がブンブンうなる感じの音がシュッだそうです。よく聞いてみましょう。ジュッ そして、道端の落ち葉が風に吹かれて立てる音がシュだそうです。シュ。そして、このシュの柔らかいバージョンの音。これは日本でもよく知られているロシア料理、ボルシチの最後の音です。日本語でシチというよりも、このロシア語の音は硬くて短いそうです。よく聞いてみましょう。シュ。もう一度。シュ。ボルシュ。 ボルシチです。そして、もう一つ難しい文字。より急激に、そして硬く、かつ少し野蛮な感じで響くのが、チェという音です。チュ。もう一度。チュ。これはロシア人作家アントン・チェホフのチュという音です。さて、難しいこれらの音。えー、4つ発音してみましょう。ジュ。シュ。 もう一度次はこれらのシーンを母音と合わせた形で発音してみましょう「チャ・チュ・チ・チェ」 お分かりいただけましたでしょうかさて、シーン21個残すところ、あと2つとなりました。お次はロシア語の L と L を勉強しましょう。ロシア語の L という音は、日本語のラリルレロよりもかなり硬い感じです。また、理論的な説明をしますと、日本語でラリルレロという時よりも、ベロが 上の歯の裏側の後腔外と言われるところに当たっている時間が長く、かつ軽くビブラートをかけなければなりません。ちょっと聞いてみましょう。こういう音です。そしてそれに対応します L という音は、下の先が上の歯の裏側に軽く触れます。この二つの音を聞き比べてみましょう。

て、う、チェ、シャ、シャ、ルデズナク、キズナク、エヤさて、これらの文字が結合して音を作り、また単語を作っていくわけです。ロシア語の単語は、一つまたは複数の音節からなります。 けれども、日本語では死因の後に常に母音が続くのに対し、ロシア語ではより多様な組み合わせがあります。一つの母音に二つの、また二つ以上の死因がくっついていることも珍しくありません。また死因が単語の最後につく場合もあります。具体的な例の方がわかりやすいと思います。例えば、ツンドラという単語があります。トンドラ これはどう書くかと言いますと、最初の音節、トゥンというのが N という子音で終わっておりまして、第2の音節、ドラというのは D とエル、2つの子音で始まっています。結果的に N、デ L エルという3つの子音が同時に発音されることになります。トゥン、ドラ。もう一度。トゥン、ドラ。さて、もう一つ、ロシア語の音声学上の特徴を申しますと、ウダレーニエというものがあります。 アクセントです。うだる、うつということです。複数の音節からなる単語のうち、例えばツンドラという言葉も二つの音節からなっているわけですが、そのうちの一つの音節が常に他のものよりも強く発音されます。同じ綴りであっても、アクセントの位置が変わりますと読み方が変わってきまして、結果別の意味の違う単語になってしまいます。例えば、ザモク。ザク。 この二つの単語は共に z, r, m, o, k、A、という綴りなのですが、アクセントが r に来るか o に来るかで違う意味になってしまいます。まず前者のザモクは屋敷、後者のザモクこれは上前のことです。ところでアクセントが一つの音節に打たれますと別の音節にはアクセントは決して打たれないわけです。するとアクセントのない音節の母音は 書いてある通りには読まれなくなることがあります。ロシア語は基本的に書いてある通りに読めばいいんですが、アクセントがない母音はちょっと書いてある通りには読まれません。例えば、オンアナオンというのは彼という認証代名詞、アナというのは彼女という認証代名詞です。共に、ウという文字で始まるのですが、彼の場合は、オンと、このウにアクセントがあるので、ウと読むのですが、彼女の場合は、 アナと、後のアにアクセントがあるために、ご、ごとうのオが、アーと読まれるのですね。そういうわけで、アクセントのないこうした母音は単語の、例えば頭にありましたり、中にありましたり、後にあったりするのですが、書いてある通りには必ずしも読まれないことがあります。これも、ロシア語の一つの特徴であると言えるでしょう。まあ、こうした綴り方の規則に,規則については、おいおい説明いたしますことにしまして、 理論はこのぐらいにしてそろそろ実践に入ってまいりましょう。ところで、一度にすべてのアルファベットを覚えることは難しいものがあります。ですから、私たちは本日は、部分に分けて習得していくことにしまして、まずは、母音を6つ、そして、子音を9つ学んでいきたいと思います。それでは、アーラさんに続いて、繰り返してみてください。アあ、あ a o o o u i u a o u o u a u o a a o o a u o o u o a o u e e e, i, 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 u, 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 a, e, i, e, a, u, u, o, u, i, u, e, u, a, e, e, a, e, o, e, u, i, e, i, i, o, i, a. 이으아, <이 우으이, 아오우, 아으이, 아에이, 오이우, 오아우, 이으아, 에이아, 이에아, 우오아, 우에. イアイウオウウアウイイイイさてアイオウウイエ6つの母音を見てまいりました今度はこれに子音を加えていきましょうちょっとスピードが速いかもしれませんがなるべくアーラさんに続いて発音してみてくださいこれからロシア語を本格的に学んでいくための口の準備体操のつもりでどうぞ発音してみてください ма, мо, му, ме, мы. А, ма, о, мо, у, му, э, ме, ы, мы. Ма, ам, мо, ом, му, ум, ме, эм, мы. Мама, мы. На, но, ну, не, ны а на о но у ну э не и ны на ан но он ну ун не н и ны он но анна па по пу пы п а па о по у пу и пы па ап по оп пу уп и пы папа ба бо бу бы б а ба о бо у бу и бы э б у ба у бо у бы у, б. у, б. у, б. у б бу, и ба, и бо, и бы, и бу, бам, бом, бум, бон, па ба, по бо, пу бу, п б, пы бы па по ба бо, пу п бу б, пы. Ба, бо, бу, б, бы. Пам, бам. Пом, бом. Пум, бум. Фа, фо, фу, фы, фе. А, фа. О, фо. У, фу. И, фы. И, фи. Фа, аф. Фо, оф фу уф Іф, иф иф, Иф-ыф. ве а О, во. У, ву. И, е, ве. У, ва. А-за-о-во. У, и, вы э Э-ве. У-ва-у-во. У-вы-у-ву. И-ва-и-во. И-вы-и-ву. вам вон Фа, ва фо во фу ву фе в Впа, впо, впы впу, пу в ба в бо в бу в бы в би фы вы фи ви фи, фа па в фо фо в по фу пу в пу фы пы в пы ва ба в ба во бо в бо ву бу в бу вы бы в бы та то ту те ты а та о то у ту и ты и ти та от а, то от ту ут ти ит ты ит ты там тут том тон вот да до ду ды де а да о до у ду и ды и ди и да и до и ду и ды в да Вдо, вду, вды. Да, дом. Дон. Дым. Ма-да. Мо. До. Му. Ду, мы. Ды, на, да, но, до, ну, ду, ны, ды. Та-да. То-до. Ту-ду т д ты ды та то да до ту ду т д та то ту т ты ти да до ду д ды ди та да да дам то до до Дом, ту, ду, ду, иду, ты, ды, ды, дым, том, дом, там, дам, тон, дон. Тва. Два. Тут. Дут. Фа-та-фта. Фо-то вто. Фу, ту вту. Фы ты в ты, ва да в да, во до в до, ДУ, ВДУ, в ду, вы ДЫ, вды, ла, ло, лу, ле, лы, ли, а ла, о, ло, у, лу, э, ле, и, лы, и, ли. ЛА, АЛ, ЛО, ОЛ, ЛУ, УЛ, ЛЕ, ЭЛ, ЛЫ, ИЛ, ЛИ, ИЛ. ЛАМ, ЛОМ, ЛУМ, ЛЫМ, ЛИМ, лим ВЫЛ. МАЛ, МОЛ, МУЛ, МЫЛ, МИЛ, БЫЛ, БИЛ. НА, ЛА, ла НО, ЛО, НЛО, НУ, ЛУ, НЛУ. もろ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 もア・ロ・ろンろさあそういうわけで本日は母音を6つそして子音を9つ見てまいりました。 さて本日覚えた文字ですでに私とアラさんの名前を書くことができます皆さんのお名前も書けるでしょうか といいうわけでロシア語講講座開たたしましま放送は毎週水曜日の22時からの放送再放送は土曜日の21時からの放送ですラジオですのでどうしても音だけによる授業になりますが実際どのような字を書くのかといった視覚的な情報はウェブサイトでフォローいたしております本日の授業の発音練習で出てきた単語もというか文字列も全てそのページで復習できますそれでは皆さんさようならド